続いては尾身秀幸の漢方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で6店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局尾身秀幸先生にお越しいただいています。尾身先生こんにちは。どうもこんにちは。今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。先生だいぶね暖かくなってきましたね。そうですね、もう本当に日差しなんかもね強くなってきましたけど、そうですよね、はい、でもすごくお天気いいですもんね。はい、はい、さあということでこれからの季節に増える皮膚の疾患について今日はお話ししていただきますが、はい、はい、どういった皮膚の疾患が挙げられるんですか。やはりですね、まあ、女性の方が多いと思うんですけども、はい、やはりあのニキビ、吹き出物、うん、あとそのまあ、もちろんこの時期まだ乾燥していますからアトピー性の皮膚炎であったり肌荒れであったりで、今日のように日差しが強くなってくるとやはりそのシミ、そばかす、はい、まあ、これであの気になられる方もやっぱり多いと思うんですね。うん、であとはまあ脂漏性湿疹で、これから気温がどん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 上がってきますから、まあ、水虫でお悩みの方なんかもまあ相談が増えてくるということですね。はい、水虫もですか。はい、はい、さあその中でも今日は特にニキビ、シミについてお話ししていただくんですが、はい、なぜこの時期にそういったニキビやシミというのは増えてくるんでしょうか。はい、まずあのニキビっていうのはあの皮脂のこう過剰、まあ、分泌によって毛穴にこう皮脂がこう溜まって、そこにまあ皮膚の常在菌でありますアクネ菌が繁殖して炎症を起こす、まあ、これもまあニキビ の, その作用機序といいますか、はい、そういうものだと思うんですが、やはりその春先になってくるじゃないですか。そうしますとやはりホルモンの分泌もこう盛んになってくるために、まあ皮脂 の, その分泌も盛んになってくるんですね。ですからまあこういうふうな疾患が増えてくると。でまたあのシミという部分に関して言えばですね、やはりあのまあ日差しが強くなってくると紫外線、まあ、あの強くなってきますよね。でやはりその皮膚の細胞がまあ紫外線によってこう傷つけられるんで、まあ、その部分にこうメラニンが沈着しやすくなってくる、まあ、そういうふうな部分で、まあ、春先に向けて、まあ、この紫外線によって の, その、まあ、シミがあの 気になる方は気になってくるというふうなことなんですね。はい、いやもうねこの冬の間っていうのはもう紫外線を気にせず過ごしていたんですけれども、まあ、もちろん紫外線はあるんですけれどもね、はいはいはい、こう夏場なんかに比べればそんなにこうちょっと気にしなくなるじゃないですか、はい、ね、で落ち着いたかと思っていたらもうね紫外線を今度は気にしなきゃいけない季節がやってくるってあっという間ですね。そうですね、そうですね。はい、はい、さあそれでは今日はニキビの方の症例をねお二方挙げていただきます。はい、まずお一方目はどういった症状でしょうか。はい、まずお一人目の方はですね2年ぐらい前からこのニキビでお悩みの方の症例なんですね。はい、できる部分としましてはですね、まあ、顔の部分で口の周りで背中にできると、うん、でこのニキビの特徴としましてはあの赤く腫れてこう海を持つようなニキビができるんですと、うん、であとその体質的な部分ではその生理痛が強くて肩が凝りやすくてで便秘気味でと、でご相談いただいたときに、まあ、使用しているお薬という分の中では ニキビ の, その塗り薬あと便秘薬を服用していますという方の症例なんです。はい、でまあ、こちらの方にはですね、正常防風湯というお薬を、まあ服用していただいたんですね。はい、でこの方のまあ経過状況なんですが、まずあの1ヶ月経った時点でのコメントがですね、まあ、最近おトイレの調子も良くなってきて肩こりも楽になってきていると、まあ、そういうふうなお話をいただいたんです。で2ヶ月経った時点でのコメントがですね、赤く腫れるニキビの量が多少減ってきましたと。はい、で3ヶ月経過した時点ではですね、ニキビができなくなってきていますと。で特にこう背中には新しいニキビはできなくなってきたと。ああ、じゃあ次から次へとこうできてくるような状態だったんですね。そうなんですね。はい、で5ヶ月経過した時点ではですね、顎の部分のですねニキビはこうだいぶ収まってきて、で今回まあ生理痛も楽だったと。はい、で8ヶ月経過した時点ではですね、あの寝不足した時にこのニキビがそのできていたんですが、あのその後すぐにこう治ってですね、今では以前のようにこう赤く腫れてですね海を持つようなニキビはほとんどできなくなりましたという方の症例なんですね。
じゃあそのニキビの質もこうか軽いものに変わってきたということなんですか、ね、そうですね、やはり炎症がまあ収まってきたというふうな形ですよね。やはり赤く腫れて膿を持つような状態のニキビっていうのはもうかなりこう、やっぱり勢いがあって、はい、勢いがあるということなんですね。そうですね、はい、さあではお二方目はどういった症例ですか。はい、まあ、同じくまあニキビの方の症例ですけども、こちらの方はですね、おでことほっぺたの部分にまあニキビができると、うん、で抗生物質をまあ飲むとすぐに治るんですが、飲まないとまたできるの繰り返しなんですと、はい、でニキビの跡がですねなかなか治らない、まあ、よくいらっしゃいますよね、はい、であと肌荒れがひどい、うん、で生理の前、便秘した時でこういうふうな時にまあニキビがひどくなると、で肩こりがひどいということで、まあ、左の肩こりがですね非常に強いというようなことをおっしゃられたんですね、はい、でこの方はあの、まあ、子宮筋腫で、まあ、以前、まあ、入院したこともあったりで、ご相談いただいた時には、まあ、病院の方からニキビ用 の, この抗生物質 の, です、ね、うん、あのお薬とあとビタミン剤をいただいてますという方の症例なんですね、はい、でこちらの方にはですね経外連行糖というお薬を、まあ、服用していただいたんです、でこの方の、まあ、経過状況なんですが、まず1ヶ月経った時点では特に大きい変化はなかったんです、うん、で2ヶ月経った時点ではですねおでこの部分には新しいニキビが出ないと、うん、で4ヶ月経過した時点ではほっぺたの部分も最近ニキビができなくなってきていると、はい、でニキビの跡がですね少し薄くきれいになってきていますと、で、6ヶ月経過した時点ではですね、まあ、最近肌荒れの方もまあいい感じがすると、で9ヶ月経った時点なんですが全体的に、まあ、落ち着いてますと、で肩こりでお腹の調子もいいというようなことで、まあ、現在進行形の方の症例なんですね。先生これはこう、はい、腸をきれいにするような作用もあるんですか。そうですね、やはりあの、まあ、このお薬がっていうわけではないですけども、うん、やはりその、まあ、漢方の場合体全体のその、まあ、全体をこう正常化に持っていくような形がありますから、うん、まあ、皮膚のお薬を飲んでいながら体全体の、まあ、この方は便秘がちな部分ありましたけど、やはりその腸の方もちゃんと正常に動いてくるような形になったというそんな感じですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、今日はこれからの季節に増える皮膚疾患について、特にニキビの症状についてお話ししていただきました、はい、先生ね、これからもますますね、はい、紫外線に注意しなきゃいけないですよね。そうですね、はい、はい、ここまで小木秀幸の漢方で健康に、今週も一心の薬局の小木秀幸先生とお送りしました。小木先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。おでこと頬にできやすいって何かあるんでしたっけ。汗、あ、そうですね、やっぱりあのホルモンのバランスの崩れの方なんかはできやすいような、よくあの、はい、フェイスラインになんていう、はい、よくありますよね、なんか T ゾーンはどうのこうのとか、はい、なんかあの